更新された一等車インターシティ225は、イギリスの鉄道車両の愛称である。91軽電気機関車とマーク4客車の編成であり、1990年に、ロンドンキングスクロス駅エディンバラウェーバリー駅間で運行を開始した。225は、設計最高速度が時速 225km であることに由来する。イギリス国鉄時代の1990年に、 東海岸本線にて運行を開始し、ロンドンエディンバラ間約 630km を約4時間半で結んだ。ロンドンのキングスクロス駅を午前10時に発車するフライングスコッツマンの運用にも投入された。当初は APT 計画の一環として、1974年に西海岸本線に試作導入された APT-P に続いて、 東海岸本線へも導入予定があったが、APT 自体が失敗続きで1980年代に計画が消滅した。インターシティ225は、その代替として開発されたものである。1996年の国鉄民営化後は、なあに、継承、2007年からのナショナルエクスプレスイーストコースと、2009年からのイーストコースと、2015年からの バージントレーンズイーストコーストと運行会社の変遷を経て2019年現在はルナーが運用している。編成の両端の内片側は動力車の91系電気機関車、もう一方の片側は付随車の制御に持つ車がそれぞれ配置されたプッシュプル方式である。そして両車両の間には給料のマーク4客車を連結した合計11両で一編成として、 運用される。1988年から1991年にかけて GEC メトロキャメルブレル3社の製造により31編成が用意された。運行路線の信号システムが高速運転に対応していないため、設計最高速度時速 225km に対して運転最高速度は時速 200km に止まっている。 1995年6月に、ヨーク近郊で行われた高速走行試験では、時速154.1マイルを記録した。2001年から2006年にかけて、マーク4客車の更新工事が、マラード計画の一環として実施された。都市間高速鉄道計画の一環により、2019年から、日立製作所製の800系、801型への置き換えが進んでいる。 ありがとうございます。